こんにちはなわけです今日もね、ロードモバイルをやっていこうと思います。で、今日はね、えー、ともうレベル10のね、えー、と城壁強度を、えっ、ー、と、ジェムでね、解除して、で、かつね、あの、最上級のね、罠、えー、作っていこうと思います。で、えっ、ー、と、ちょっとね、コメントとかでもいただいて、えー、ご返答できなくて申し訳ありません。で、なんで私ね、ちょっと見ていただきたいんですけども、 なんでね私はの他の資材とか増やさないかというとそれで450万で抑えてるかというとこれあの私あのですねあの1日1回くらいしかログインしなくてでかつねあの通常の日だと、ね、あの普段の日セロリーマンやっててで仕事終わった後、ね、あの大学行って。 ででその後にね、まあ、の自分の自由時間みたいな感じでね、えー、なんでねこう何て言うんだろうお毎回毎回あのこれねリアルタイムでねあの攻めて守ってみたいな感じのゲームだから、えー、と結局。 それ以上資源持ってたとしても、まあ、バリア張ればいいじゃないかっていっても結局バリ,バリアも有限でね、えー、と時間制限があるからねそれだったら別に攻められてもねあの450万超えてなければどんなに攻められてもお金は減らないしかといって何て言うんだろうあの三国志ね公営の三国志みたいにあの領地がね目に見えて、えー、持ってるわけじゃなくて。 この領地がね、えーと、全部自分の領地、これが全て自分の領地で、別にね、あの攻められたからといってね、これらの領地が、ね、あの減っていくわけでもないっていうゲームなんで、えー、ログインを極力ねあの、少なくした状態で、かつ、えー、と自分の,あの 設備をを整えていくっていいくう私はやり方をしており方ししおまたなのでそういう理由でね450万をわざと超えないように設定してるっていうところがそこですで、えー、と今日はね何をしていきたいかっていうと,、えー、とまず上級のね一番、えー、と上級の今やってるのは城壁の強度だよねこれをまず、えー、と解除しますでその前にちょっと研究のどうなってるか見てみようねああとねえっ、ー、とで死んだままにしてるかっていうと これもまたあの、えー、さっきの話とちょっとかか,かる部分があるんだけどもし、えー、んどけばねあの、攻められても問題はないわけだよねで、ただちょっと失敗したのはこのレベル10作るときに1回生かしてでそれからあの装備とかね、あのロードのブースとかけた状態でまた、えー、と研究した後に死ねばよかったのかなとは思うんだけどもちょっとそれうっかりしてね、間違ってボタンを押してしまって んだよね、まあいずれにせよね、えー、とちょっとこの城壁防御を見てみようかでえー、と今日作ろうと思ってるのがえっ、ー、とこちらねバーニングスパイクとかねえっ、ー、とスカイクレーバーとかクレーパーとかバーニングなんだバーニングログというやつだねはい、えー、これをね、あのー、今後作っていこうかなと思ってましたで、えー、城壁強度これあのえっ、ー、とー ね、あのそのレベルじゃないとどれくらい資源が必要かっていうのは分からないから、えっと、10分の10にするためにはどれくらい資源が必要かっていうとまず、えっと、アカデミーが、えー、25で、えー、と城壁強度2がレベル10これ最大に上げないといけないねで、えー、とお米とかね、えー、と資材がね、あのー、1200万くらいだよね。 1,300、まあ、万くらいなんだけども、えっ、ー、と、厄介なのはね、一番下のね、お金だよね、うん、これが、えっ、ー、と、7,000万くらいかかるから、これが、あの、一番厄介なのかなって感じがします、レベル10になる際にね、T4 作る時も、なんか1億とかかかったから。 まあ、あの城壁強度を上げるだけでもそれくらいお金がかかるってことだよね、まあ、とりあえず、ねえー、とそういうことなので,であと、ついでにこれも、ねあのえー、と前お話しさせてもらったんだけども、えー、10分の10にするに、えー、ときにデフォルトで、まあ、これはあの人によって多分微妙な誤差あると思うけども720日だったかな。 それくらいになるんだよねそれで、えー、とロードを死んだ状態でここで生き返らせておきけばよかったんだけども200確か20日だったか270日だったかなった気がしますそこで、えー、とギルドのヘルプをもらってかつ、えー、と時短のアイテムを使ってって、えー、今ねちょうど100日だったんで、えー、これ加速で、えー、と終わらせてしまいましょうギリギリね、あのー、あったんでこれでもうなくなっちゃうねはい はい、消費します。かなり使っちゃったね。はい。それでこれでね、えっ、ー、と、強度ね、上げることができました。で、パワーもね、あの、結構、ちょっと一回戻ってみましょうか。と。はい。えっ、ー、と、300万くらい、290万くらいだった結果、さっき見たの、ちょっとドアスるでごめんね。で、えっ、ー、と、一気にね、えーと、パワーの方もまた上がりました。 で研究が待機中になっているんでここでね、えー、ともう城壁防御見てみましょうそうするとバーニングスパイク、はい、どれくらいかかるかというと条件とかも見てみましょうね、はい、でアカデミーが、えー、と25城壁強度がレ3がレベル10罠は攻撃力が、えー、レベル101がレベル10必要で、えー、これはねだから もうなんて言うんだろうねあの城の壁作ってしまえば全然あのなんていうんだろう手持ち、ね、手弁当でも済むみたいなもう本当に手持ちの資源で済んでしまうような研究になってますねでちょっと違うところ見てみようか、えー、スカイクレーパーはいこれも見てみようねはいこれも同じ12日かな で石がね、えーとまあ、ちょっとこれはね、別にあの、えー、とプラスをして、えー、補給しても全然問題ないくらいの、えー、と量なんで,で、同じようにね、12日で、えー、お金もね、大、え、体、ー、180万くらい、まあ、190万くらい、うん。だから全然痛くも痒くもないっていう、あの本当に通常入ってくる、ね、資源で賄えてしまうということだよね。これもそうだね、バーニングログ。で、えー、こんな感じになってます。 まあこれはね、えーと、どの部分から使ってもまあ結果的には同じだよね。で、あとは上級、これもね、後でやっていこうかなとは思うんだけども、この、上、えーね、壁の防御力1とかね、まあ、上級防御っていうもの、ちょっとよくわからないけどさ、これもね、後々にやっていこうと思います。で、少なくとも上、えー、壁防御の、えー、とこれらができた時点で、 えと本格的にねちょっと兵士をもう T4 も作れるんで兵士増える兵士増やしてかつ罠をかけてで、えー、と最上級の防御の状態で籠城した場合ねどうなるかっていうのをねちょっとやってみようかなとは思ってました。はいというわけで今日はえっ、ー、は最上級のねとりあえずの最上級の強度まず10に。 するとで、累計効果としてはね、えー、と見ていただくと分かる通り、ヒットポイントがね、白の防御力のヒットポイントが27万5、プラス27万5千くらい上がるんだよね。これ、かなり大きいんだよね。ほら。で、9と10の差がね、まあ10万とは言わないけども、まあ、それに匹敵するくらい、それに匹敵するくらいっていうか、まあ、8万、8万、7万強か。 だから、レベル1で全然揃えてないのとレベル10だと本当に運での差になるわけだねはいそういうことですだから実はあの全然ねあのレベル9の時点で、えー、と罠かけないで、えー、このヒットポイント満タンのね城壁の強度がヒットポイント満タンの状態だと,、えー、と1回の攻撃じゃね多分あの落ちないんだよねうん 時間内っていうかに、ね、多分落とせないような気がするような気がしました。まあ、人によってとかね、いろいろその条件によりけりだとは思うけども、その、相手が、相手の戦力とかもね、によりけりだと思うけども、まあ、あの、ね、城壁の強度を上げれば上げるほど、防御に有利になってくるということで、まあ、とりあえず、えー、これね、作っていきましょう。で、 えと実際ね、えー、と本来は22日なんだけども、えー、と実際は12ということで、えーまあ、これもねあのなんて言うんだろうなあのロードはもう死んだままにしますというのも、えー、たかだか、ね、ちょっとねあのあの城壁の時にあのロードよみがえらせなかったのはちょっとすごい痛恨だったんだけども。ねえーと 10日くらいしか、えー、短縮されないんであれば、ギルドのヘルプもらって、まあ、まあ、大体1週間くらいかなって感じなんで、全然許容範囲だよね、720日くらいがね,、えー、とね、半分以下になるっていう場合とかね、えー、もうはっきり言えば2年くらいのものが、えー、と労働を生かすことによって、もっと減らせるっていうん。 であればやっぱり蘇みらした方がいいわけだからまあとりあえずこれはロードはねもう使わないでえっと進めてしまいますで資源もねあのそういうわけで全然使ってないからね兵隊も作ってないから資源もたくさんあるわけですよはいはいそういうわけでえっとまたねえっとちょっと防御力をね上げさせてもらいましたでこれらがねできた暁にはねえっと もう私の方もね、わを設置して、兵士を設置してね、どれくらいね、あの攻めてきたらあの、こっちの損害とね、あっちの損害が、えー、出るのかね、ちょっと比較とかもね、していきたいなと思います。それではね、本日の動画、これで終わりにします。おやすみなさい